ウィリアム・シェパードは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士で、国際宇宙ステーションへの初の長期滞在である、第一次長期滞在の機長を務めた、宇宙名誉勲章の受賞者である。シェパードは、テネシー州オークリッチで生まれたが、ニューヨーク州バビロンを、自身の故郷だと考えている。テキサス州ヒューストンのベスストリングハムと結婚している。父のジョージ・シェパードはすでに死去している。 母のバーバラ・シェパードはメリーランド州ベセスダに住んでいる。シェパードは1967年にアリゾナ州スコッツデールのアルカディア高校を卒業し、1971年に海軍兵学校で航空工学の学士号を取得した。水中破壊工作基礎訓練過程の終了後、エリートのアメリカ海軍特殊戦コマンドに加入し、ネイビーシールズの資格を得た。 1978年にはマサチューセッツ工科大学で機械工学と海洋工学の修士号を得た。シェパードは1984年にアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士に選ばれた。1986年にはチャレンジャー号爆発事故後のチャレンジャーの引き上げ作業で彼のネイビーシールズの訓練が思いがけず役に立った。シェパードはその後 1988年の STS-27、1990年に探査機ユリシーズを展開した STS-41、1992年の STS-52 と三度のミッションでミッションスペシャリストを務めた。1993年、シェパードは国際宇宙ステーションのプログラム管理を任された。 2000年10月31日から2001年3月21日まで、彼とロシア人宇宙飛行士のユーリー・ギゼンコ、セルゲイ・クリカレフは、初めての長期滞在となる、第一次長期滞在を行った。シェバードは、159日間以上宇宙で過ごしている。ありがとうございます。